中二です。グッドゲームガールチャンネルのみそしるです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は、はい、何やるですか。コロシアム S 中級の S4 サンドウォームと戦いに行きたいと思います。なるほど。はい、みそしーちゃん普通にサンドウォームと戦ったらさ、旬じゃない。確かに、うん、だから今日は縛りプレイということで、うん、私の最近の超おすすめキャラ、前回の時にもお話したんですけど、ダーリン。ダーリン、ダーリン来た。レオ将軍を使って、めっちゃ強いらしいじゃないですか。両将軍の火力の初見物理感すごいです。なのでそれをね、皆さんにちょっと自慢しに来ました。なるほど。両将軍と何、はい、とローゼリア。ローゼリアなので完全に回復と攻撃でパート分けしていきたいと思います。うん、2人で。はい、2人で。はい、これでこれでニョロと戦うと。そうそうそう、オッケー。はい、というわけでコロシアム中級 S4いってみそしー。はい、というわけでね、サンドウォームを目の前にしておるわけなんですが、まずはステータスとこんなになってるってこんなになってるけど、すごい、ね、バチバチしてますよ。バチバチしてるよ、はい、やばいね。清楚系女子とヤンキーのカップルみたいな感じ。ヤンキーって結構ね、色とかね、黒目なんだよ。ちょっと外人さん風なんだよね。そうなんだ。そうそうそう、レオ将軍のあの原画の方は。ああ、なるほどなるほど、うん、いい人なんですよ。気になる、うん、ちょっとパーティー編成は違うと。はい、まあ、完全に、うん、フリートを持たせ、うんうん、私の持ってる現状の中で一番精神の高い芝さんを、芝さん、はい、つけております、はい、で、回復が精神に依存して、うん、こう物理は攻撃力に依存してるので、うん、殴ると、はい、装備完全にこれ変態じゃん。攻撃力355とかだってプラス値が240ってやばいね。そうです、ブレイブリング2個持たせて、クローミー闘技とバルビューター、はいはいはい、とエンハンスソードで、はい、アビリティの予定持ちと攻撃力10%だ。ギューって出るんですね。ギューって出るんですね。オッケー。でローゼリアが、うん、精神爆上げガンズミで300超えしております。はい、変態ですか。撮影と、まあ、ローブも精神上げ、ベールも上げて、はいはい、ブレグリングで、はい、天使の意味はという感じで、ね、もつけつつっていう感じで、もうほんと回復と物理でこう役割を分けて戦っていきたいと思います。ミソシーが両手持ち持っちゃってますね。そうなんですよ。5体でトラマスですか。頑張りました。そうなんですよ。プンプン回して、プンプン回していきました。やばいですね。はい、6日でやりました。やばいね。何やってんの。それしかやってないの。そうなんですよね。なんかよく暇人だなって言われるんですけど、ほんとほんとほんと、そうだから困るな。心配だわ。いや、ちゃんと働いてるね、合間に。そうだよね。はい、神殿回った感じですか。神殿回りました私は。はい、というわけでいきたいと思います。まずは両将軍の、うん、HP も高いね。そうですね。あ、前切りだ。峰打ちは普通に覚えてるやつだ。そうですね、峰打ち前切りは普通に覚えてます。はい、めっちゃいいじゃん。いいんですよ。パワーブレイクはあれか、イフリートかな。そうだと思いますが、まあそんなふんわりしとこ、はい、ふんわりした感じ。パワーブレイクあんま使ってないですよね、日頃。うんうんうん、フルブレイクちょっとやっちゃってるんで、うんうんうん、今日はアーマーブレイクをしていきたいと思います。はい、はい、ローゼリアちゃんってこんなにさ HP 低いんだね。あの、今回 HP を上げてないんですよね。精神がん済みなんで、ほう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 、 HP を上げようと思えば上がってくっていう感じです。アビリティをつけるような、はい、アビリティをつけたり装備で HP を上げたりっていう感じです。はい、ではまあ最初はちょっとライブラ見てみましょう。うん、はい、まあこれあの時に咲いたよね。あれです、チューニーちゃんがこうニョロニョロしてあの、そう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 、画面端からすごい、そうそうそう、あのちゃんとさ、あのエフェクトでさ、ね、あの遺跡でさ、そうそうそう、出てきたところでね、出てきたところで、うん、はい、廃墟だっけ、なんか遺跡、最後の遺跡だね。そうそうそう。去年はどんな年でしたか。去年はどんな年でしたか。FFB をやってました。そうだね、うん、そういうさ実況のお仕事始めたの、はい、まあ、結構前から1年前とかですかね。初めて実況したのがやばいやばいやばい、みそしーがおつ、みそしーがちょっとごめんごめんごめん、身の上話で動揺してレオ将軍、やばいやばい、レオ将軍がおつってる。レーズとか使えないの。アファイリックスのは、あ、じゃあここで使うのもったいないから。確かに。もう帰る、もう帰る、もう帰りますか。うん、いいよ、帰りますか。早送りするからちょっとギブアップしちゃおう。
はい。完全に変な汗かいて変な汗かいておつったでござる。そうそうそう、声でござる。あれなんだよね、なんかね、身の上話ね、すっごい苦手で。そうなんだ。まあ苦手だよね、うん、なんか恥ずかしくなっちゃって。なるほどね。逆にレオ将軍の物語とか聞きたいわ、私。やるほど。こんなにレオ将軍のこと好きなのに。そうだね、全く知らないから。レオ将軍は、うん、あの FF6 で 敵キャラっていうか、その敵の帝国キャラなんですよね。ほうほうほう。で、あのセリスちゃんとかポンが出てくる、セリスちゃんとかケフカさんと同じ顔なんですよ。なるほどなるほど。そうそう。で、どっちかというとティナさん、ティナちゃんとか、うんうん、あのエドガーさんとかマシュさんとかの敵、うん、敵そう、敵同士なんですよ。敵同士なんだ。うん、なんだけど、あとカイエンとかもね、うんうん、なんだけど結構レオ将軍はその中でも、なんだろう、常識を持ったっていうか、ちゃんと、うん、すげえ根っから悪いやつじゃない、わかる？なるほど。多分味方だったら多分いいやつみたいな。なるほど。彼は彼なりの正義があって敵側についてるだけで、なんか騙したりとかそういうのを多分するタイプじゃなくて、なるほどなるほど。ただその帝国に仕えてるから、それを、まあ、任務を全うしてるけど、あの根が悪い人じゃないです。なるほどね、うん、それいいね。そうなんです、そうなんです。で、なんか、なんかティナちゃんと一回一緒に戦うっていうか、なんか仲間になるシーンがあって、うんうん、なんかそこで、なんか多分ちょっといい話するんですよ。あんまり覚えてないんですけど、ちょっといい話して、ティナがキュンとするっていうエピソードがあるんです。え、なにそれ？うん。え、ティナとの恋物語？なんかね、ティナちゃんって、すごい帝国の操り人形みたいな感じで使われてたから、え、そういうなんか人間としてちゃんと扱われたりとか、なんか愛とか知らないみたいな、知らないだけなの私の感情みたいな、そういう子なんですよ。そんな話すらないのに、あやつさ、なんつうの、孫悟空がつけてるあれみたいなのがつけられて、はいはい、あの、そうそうそう、なんかわーって言ったら、いや、そうそうそう、従っちゃう、従わなきゃいけない、その命令したら従わなきゃいけないみたいなのつけられてやってたんです。生きてたから。悲しい。そう、そこから解放されて、うんうん、そう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 、あの人の心を、うんうん、とか愛とかを学んでいくっていう、ティナちゃんの成長ストーリー、精神的な面での成長ストーリーでもあるんですよ、すごい。ぜひやってください。やります。まあやったの結構昔なんで何回かやってるんですけど、 PSP とかでもダウンロードできたりするんで、うん、あのぜひやってほしいんです、アーカイブからね、うんうん、もうね、いい話なんです。いい話だ、うん、あとキャラもね、いっぱいあるんですけど、それぞれ個性があって、まだまだその FFB にもね、出てきてないキャラなので、楽しみだなと思ってす、ね、すごいな。だって6結構出てますもんね。出てる。それでも出てる出てる。どのキャラもね、すごいやっぱストーリーがね、うん、なんかこうキャラごとにすごいストーリーが深いって、すごい FF のね、好きな方とかにそうおすすめされて、うん、やろうかなって思ってるんですけど、うんうん、その中にレオ将軍もね、いるっていうのはすごい、そうなんですよ、嬉しいですよね。レオ将軍一発でさ、15001万5000とか出してくれ、大丈夫、怖い怖い、次だね、次でおしまい。なるほど ね今日は身の上話し会でしたね。そうですね、完全にね。あと、あのふんわりこっち側で両手が強いな、そうだね、欲しいなって思ってくれればね。そうだね、はい、思ってくれれば。まあね、両手持ちとか持ってなくても、もともとのステータスがかなり高いですよね。そうなんですよ、高いんですよ。で、アビリティで攻撃力アップとかもつくんですよね。はい、攻撃力アップ10が、まあ探索すると手に入ったのかな。そうだそうだそうだ、なのでそれでやるだけで300は超えてくる感じでした。なので、あの持ってる方はね、はい、爆上げしてもらってね、はい、ゴリゴリ削るキャラで、はい、そしてイフリートを待たせてね、ゴリゴリ削っていただきたいです。はい、というわけでちょっとテイク2なんですけれども、はい、勝ちました。縛りプレイだからさ、こういうとこもあるよ。よかったよかった、変な汗かいた。はい、こんなことね、聞きたいとかね、はい、こういう話聞きたいとかあったんで、コメント欄にいただければ。そうだね、質問的な感じで、そう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 、うん、あのぜひね、あの視聴者の皆さんともね、絡んでいきたいと思いますので、はい、ぜひリスナーの方よろしくお願いします。はい、というわけで本日もやってまいりました、行ってみましょうか。そうなんでございます。はい、今日はみさしーちゃんからいきます。お願いします。新年2発目そうかな。はい、そんなそうだな。アルテミオスちゃんは持ってた、持ってる、何言わなの、鼻息、鼻息、羨ましい鼻息、味噌が飛んできる鼻息、見られ打つんですよね、アルテミオスとね。そうなんですね、というわけで、まあ私的には、うん、
ほんと今年はね、うん、魔法パテ作りたいので、そうだね、みんなが行くしです。そうだな、そうだな。結構欲しいと思います。よし、お願いします。はい、というわけで、行ってみます。召喚！これ本当に、ああ、お願いだよ。お、なんかそれじゃん。見るようになったじゃん、ちゃんと。そうだね。そうだね。なんか礼儀だよね。そうね、そうね。礼儀大事だよ。礼儀。このエフェクトを作った人に対してさ、謝った方がいいよ、今まで。すいませんでした、本当流れのように飛ばしてしまって、綺麗なエフェクトありがとうございます、はい、いいよね。はい、行きましょう、行きましょう。というわけで、うん、感謝したから X ですが欲しい。うん、最悪のゲスな心の声が。マイク我々だよ、ね、きっと。やばい、どうしたん。今年いいことあると思う。今年いいことあった。ねえ、やばいね。やばい。どうしたん。あんなに。そうね。今日はクリスマスイブです。やばーい。はい、育ってまーす。あれ、これでみそし魔法パーティーの一歩、ね、一歩じゃん。かけ第一歩ですよ。第一歩出ましたね。やったー。ふじゃさんも育ててくださいよ。そしてね。育てます。うん。もう超育てる気になりました。ありがとうございます。すごくない？嬉しいよー。本当に神引きだったね。ちょっと感動したもん、ね、愛だったね、うん、初めて言ってみましょうか、神引きした、なんかね、あ、そうだっけ、うん、あ、なるほどねいや、引いてるよ、引いてるけど引いてるけど持ってたりするからね。そう、だからその自分の宣言したものが初めて来たね。いやすごい。というわけで、はい、引きたいと思いますが、いや、本当なんか受ける気しかしないね、うん、ここで引くのがチベニーちゃんだよ、思うじゃん、と思うじゃん、マッシュね、うん、マッシュいいんだよ、マッシュもね、カウンター覚えたいわ。そうだね。よし、行きます。はい、召喚出みます。召喚頼む。はい、星さんだろうか、なんだろうか、青いな。あー、来たー。あれ、イエーイ。なにこれ、今日、今日は何かのピックアップでござるか、ござるか。あれ、やっぱ今年もよろしくっていうね、福井さんからのお達しでござるか、ござるか、マジか、プレゼントでござるか、プレゼントでござるか、まあ、クリスマスイブだからな、イブだからな。いやー、よかった、よかった、バーン2体目です。すごい、ちょっとピックアップもうちょっと頑張っときゃよかったよいつの間にか終わってたもん、なんか疲れすぎてそうだね、つぼか3時過ぎてたわ。あー、いやー、ほんと、いや、いや、ほんと今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。私もぜひぜひこれからもよろしくお願いします。ということで、ツイッターやってます。公式ツイッター詳細欄にリンクがありますので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてくださいね。はい、こちらの公式チャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、また見てね。バイバイ。